こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブライブ配信始めていきましょう。今回はこれですね。イベントのラビット招待と消えたエビの謎の続きです。ラビット招待初の遠征作戦か。少し心が躍っている。クエストはあらかじめやっておきました。ストーリーを始めていきたいと思います。めちゃくちゃ和風ですね。熊谷さん。誰なんでしょうね。勝手してくれた。なんか裏があるな、これ。そうだよな。
感じ。廃棄弁当は悲しいな。お、そうなの？釣り人なのに。お、見てだね。誰？しょくまくん。ビートがない。やべえ。ウェザー、そうなんだ。
つらい。なんだろう、小さいと商品何いくの。大変だなぁ。誰？船。怪しい影。
お、音楽が。変な船。水産アイル？潜ってない。バージ船。東北エクスプレス？さあ、さらにストーリーが進んでいきます。レッドフックエクスプレス、海運会社。なんで？なんで拾ったんだろう。なんだろう。見えます。
します。目標に向かって前進。被害ありません。集中します。被害ありません。クリア。 DV カットクリームの一環です。ああ、いい景色だ。痛そう。集中します。クリア。 OK。 飛行ドローン稼働開始。被害ありません。 DV カット任務の一環です。命中しました。被害ありません。単語ダウン。目標に向かって前進。あっちだ。集中します。 UV カット任務の一環です。被害ありません。下水沈めてやる。安心して。ありません。クリア。すべて先生のおかげです。今日も良い一日を。一体この村で何が起きてるの？お、見てきた。なんでだろう、なんでエビ破棄する必要があろうか。いろいろあるな。でも勝てない。
お、そうなん。歩数が多いんだよな。被害ありません。集中します。被害ありません。せっかく好きにしてください。UV カッコ、任務の一環です。次、行くぞ。すごい。集中します。好きにしてください。被害ありません。クリア。UV カッコ、任務の一環です。この程度、SRT 特殊隊員にとっては朝飯前だ。
え？なんだ？どういうことだ？村の恐怖って。うん。一体この村で何が起きてるの？あ、そう。お、クロス報道局、報道部だ。さっきはあの白くマーカん？何？どういうことだ？
すごい。へえ。終わった。あるのかも。消えた。まず行こう。
少し補強しておきましょう。続いてから、オッケー。お仕置きの時間ですよ。これでとどめだ。最高の戦いでした。でも4ターン以内ステージクリアって無理だな。戦闘準備完了。ヤシコ、銀行が火力支援を始める。まずこっちへ攻撃。なんですかこれ。ごめんなさい。はい、解放射器。高かったな。戦術の勝利だ。来た。やっぱ間に合わないやな。お願いします。こっちか。
ケーです。私一人でも十分だ。敵は目の前だ。もう安全。準備完了。覚悟してくださいね。邪魔だな。誰も私の昼寝は。先生の邪魔だ。興味深い結果ですよ。以外のクリアって難しいな。ラビットワン、作戦準備完了しました。よく見よう。クラスターいいんじゃないの。戦いだ。了解。対処を始める。あ、ダメだ。じゃあこっち。じゃあダメなんだ。第2ターンが これどうなってんの。
のお見送りも丁寧に。火力支援を始める。おお、ありがとう。遠慮しないでいいよ。こうやって誰もそこからは逃れられない。それはですね、説明しましょう。はい、これをやる。はい、やれ。はい、華麗に参ります。おお、こんなのどうぞ。お客様のお見送りもこれは丁寧に。できんだけど、ここの謎がすごいわからんな。ここに来たら初めて突破できんのか。Yeah.
んだ。ラビット1、作戦準備完了しました。先生、指示を。やっひー、ホラー小説に出てくる巨村みたい。以上が、ご協力ありがとうございました。助かりました。早く学園に戻りたい。サイコロラン2回振れますね。ポイントマンの命。さあスピードを上げるぞ。こちらラビット2、捜索結果異常なし。ここがエビで有名なヤトウラム。来てくれましたか。さすがです先生。信じていました。早くか。これか、仮想報酬。解募集チケットは5。ラビット招待初。やあ仮想先生。恋投入。一体この村で何が起きてるの。サイコロ振れないか。まだこれはあくまでも今日の良い一日を。先生、何でも私にお任せください。買えないか。全部買っとこう。
まだな。はい、ということで肩の荷が降りたような、うんうん、早く学園に戻りたい。こうラビット招待と私たちの学園は、あ、つらい、ラビット招待と消えたエビの謎の、ストーリーはこれで完了です。なんか17日までですね、このクエストは。それが終わったら次の夏のイベントもやるみたいなんで、果たしてどういうものが来るんでしょうか。 3.5 周年も近いですね。どんなキャラクターが来るのでしょうか。ということで、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。旧ツイッターX アカウント持っております。アカウントをフォロー、ポストのリポスト、いいねお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。